藤枝正幸藤枝正幸から1922年3月17日は、明治、大正期の新職、宮内官、政治家、奈良家族。貴族院男爵議員、旧姓、アスカイ。山城国京都で、県大納言、アスカイ正則の次男として生まれる。源氏元年幸福寺正常院を相続し、慶応2年2月特度して住職に就任。 慶応四年四月また飾りを命ぜられ、春す社、上みつとむ、新刊塚佐となる。明治二年三月、どのう閣に列し、同年五月二十九日厳服して、商伝を許された。同年十一月八号を藤枝に改名。千八百七十五年三月二十八日、家族に列し、千八百八十四年七月八日、男爵を除尺した。明治五年七月四日、 春日神社ネギに就任。以後、県県中講義、県池島上両県日の熊境両両手のひら、日の熊大内両両手のひら、日の熊安、賀鏡両両手のひら、日の熊母両,両手のひら、山桃両両手のひら、奈良県出身、都市湖内新の家志向、京都宮殿金盤、都の手のひら、河界支部業などを務めた。1890年7月、 貴族院男爵議員に選出され、1911年7月まで3期、在任した。ありがとうございます。